ナイス。こんにちは、ワキシングのリーゼントチャンネル。はーい、リーゼン。なんか今回も持ってきたの？はい、持ってこさせていただきました。何よもう、ほんと毎回毎回、いや、ほんとあなた、なんすか？ボクサーにはニックネームあるでしょ？ニックネーム、それはもうワキシングっつったら、リーゼントボクサーでしょ？検討番長、まあ、いろいろあるけど、あともう一個実はある、わけ君あるよ、最近聞かなくなったなあれ、名付け親俺だから、ね、最近聞かなくなったな音速のサスコ、そう結果言おうか、うん、そこまではいはなかったそう音速は言い過ぎた、俺も反省したということで、まあこれからやで、あんたバタ、この音速復活する可能性はあるから、はい、ね、まあ、ということで、はい、今回は前回のハードパンチャーに引き続き、はい、あのボクさん、かっこいいニックネームあんのよ。いや、ニックネームって確かに多いよね。そう、でニックネームっていうのは僕らはね、あのやっぱりパラピフじゃないですか、はい、で昔は YouTube とかそういう動画配信がなかったのよ、はいはい、そしたらやっぱり海外のあの選手ニックネームあれだよみたいな、ね、もう想像力をすごい膨らましたわけ。でそういう、まあ、例えば分かりやすく言えばプロレス、はい、ね、人間風車、ビル・ロビンソン、モイル・トーコン、アントニオ、フチン・カン、サンハス、大巨人、アンドレ・ザ・ジャイアント、そっちで行く世界の表し、坂口誠二、プロレスで行きました。それと同じように、はい、僕ら小学校の時ってやっぱりあのプロレス、スーパースター列伝っていうのがあって、ボクシング、プロレスだからそれで見てもう夢を膨らました時代なわけよで、まあ、ボクサーでももちろんそういうニックネームって、はい、濃いニックネームいっぱいあるから、そう、それで今回は打線を組んでみようじゃないかと、こういう企画を持ち込みましたんで、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一番セカンドシュガーレイレナード。シュガーレイレナード。え、シュガーレイレナード、ニックネームは、ニックネームはドリームエキスプレスです。ドリーム夢の超特急。うわー、なんかちょっといいな。いや、これほんとね、ドリームエキスプレス、まあほんとレナードって言えばやっぱスピードですね。はい、そう、もうハンドスピードも、もう一目にかかる時のハンドスピードなんかもう狂ってますから、正直ね。で、5階級制覇した名王者、まあ80年代黄金の中量級を支えた一人っていうね、はい、あー、ドリームエキスプレスだなと思いながらこれ動画見ると、あ、いいですね、いいニックネーム、なんか、まあですね、まあまあまあ有名なニックネームですよね。ほら、もう分かんないから喋るいやいやいや、そう、いいです、これはもう僕の持ち込み企画なので、はいはいはい、ドリームエクスプレス、そうで、続きまして2番センターバーナード・ホップス。おー、ニックネームは死刑執行人。いやー、かっこいいです、やばかろう、やばかろう、怖いの、やばかろう、ほんまやばい、マジで怖いわ、もうゾクゾクする、ね、戦いたくないもんね。でもバーナード・ホプキンスというのはこれはもうあの有名な、はい、あのちょっと前まで戦ってたイメージあるけど、うん、まあ、49歳で、まあ、世界を奪取した、だからそれが、まあ、長い選手ではあるんだけど、今の世界記録でしょ。そう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 、そうで、まあ当時 WBSS みたいなのがあって、ミドル級の4団体統一チャンピオン。やばいよ。でボクシングはそんなに華があるわけじゃないんだけど、はい、クロード好みの、まあ、あの渋い、あのあれです、うん、まあ、なんといっても死刑執行人ですよ。それで入場するときになんか被ってくるんよ、はい、あれがまた雰囲気あってね、そう、ほんと、入場するニックネームとかあればもうほんとプロレスみたいな。あー、まあ、でも確かに海外の選手の入場ってめちゃくちゃプロレスっぽいですよね。あ、そう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 、あのハメドとかね、ハメドとかなんかこう、いや、すごいですよね、そんなん乗ってね、やりよったりとかね。俺の好きなのマッチョカマチョもすごいですよ。だから、もしかしたら日本のマッチョカマチョ2回目スルーされたけど2回目マッチョマッチョカマチョはトランクスだね。トランクスだね、トランクスだね、特徴的だよね。そう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 、まあそうです。だから本当にエンターテインメントとしては海外の方が、やっぱ日本ももっとそういう風になってもいいかもね。いや、それの日本版で言うとやっぱ亀田選手ですよね。あの三兄弟の入場はトレインね。トレインというか、なんかこういうのもありましたよね。これもあったな。あったなんかそういうのも、なんか入場派手にっていうイメージはやっぱ亀田選手、あ、その三兄弟は、うん、
アメリカ向きというか、そうだね、聞いてましたね、うん、はい、和気君、そしたら、はい、今回もじゃあクリーンアップが最後いこうかな、はい、じゃあ6番ファーストファースト、オール6番ファースト高橋直人、ああ逆転の貴公子、わかります、わかります、しびれるわ、しびれる、しびれますね、しびれる、逆転の貴公子っていうのは もしかしたら引退してからつけられた名前かもしれないんだけど、やっぱりオールド世代で言えば大場正夫とか、はいはいはい、で僕らの世代で言えばやっぱり高橋直人、うん、でこの高橋直人対マーク堀越っていうものすごい一戦があるわけよ。これを今でも現地で見たということを誇りに思ってる人もいっぱいいるんで、います、います、なんかご飯を食べに行った時とかにそういうなんかボクシング好きで集まると、そう絶対この話になるよ、なる、そう、で俺あの場所にいたんだよみたいな、そうちょっと自慢してくんねん。そう、自慢、まあ俺なんかまあそのまあ後から知ったタイプだけど、はいはい、やっぱりその逆転の貴公子、もうまさにこの名に恥じないような、倒されてからがボクシングみたいな、まあそういう高橋直人選手の日本中をね熱狂させたという、そうですね、6番に入れさせてもらいました、はい、はい、じゃあ続いて7番、7番レフト、まあ、どこでもいいんだけどな、どこでもいいよ、輪島浩一、輪島会長、いいもの言っていいですか、炎のそう、世界で、ね、ジュニアミドル級タイトルを3度獲得した、はいはい、3度獲得なんだ、3度獲得、当時は2団体しかないからね、うん、今4団体あるけど、え、じゃあ、まあ、防衛は獲得、防衛もしてるよ、防衛も結構5回ぐらいしてる、へえ、で、まあ、うん、負けてもう1回獲得してってこと、そうそう、3回、へえ、すごい、だからそれはもう全部その取ったのが負けてからのリベンジ、あ、リベンジなの、カエル飛びパンチとかね、はい、あと勝った後にね、今歌を歌うんですよ、その歌が炎の音、あ、はい、そうなんじゃないかな、確かそうだったと、それであだ名の炎の音、でも本当に炎の男といえばもう輪島浩一、これは分かります、そう、ね、今ね輪島会長もね僕らだったらね優しくしてくれますけどね、僕だって井の頭公園で走ってるといつも掃除やってる、本当にやってる、本当にやってます、だからしょっちゅうある、うん、やってるか言って、どうする団子の輪島、団子の輪島、あ、団子屋さんも行きたいね、行きたいね、今度行こう、今度行こう、わかりました、じゃあ続きまして、はい、8番、はい、ライト、トーマス・ハーンズ、あートーマス・ハーンズ、ニックネームはヒットマン、あヒットマン、やばいや、殺し屋や、殺し屋、ヒットマンね、でこれも5階級制覇を達成した、まあ、名王者なんですけど、うん、まあ、80年代黄金の中量級、まあ、4人いるんだけどその中の1人ですね、で僕はねやっぱトーマス・ハーンズが一番好き、あ、そうなんですか、あのフリッカージャブっていう、はいはい、これをやってたのが、まあ、トーマス・ハーンズなんだけど、はいはい、まあすごいボクシングする、うん、まあ、ジャブもすごいんだけどもう倒しに行くからね、そうですね、そう、これはそうっすねって、またこれ自信ねえ感じでまた来たな自分、そうっすね、ピンに行ったんでしょ、そうっすね、言うときは済むみたいなところあるけど、いや、ね、これは、まあ、だから僕はその4人の中で一番好きなのはハーンズ、4人だからレナード、はい、ハーンズ、ハグラー、それからデュラン、はい、この4人がやっぱり黄金の重量級って言われたんだけど、全員すごい選手なんだけどやっぱりハーンズが一番すごいかな、僕は好き、もう俺はマッチョカマ、マッチョカマチョエでちょっと時代がとにかくね、はい、ハーンズも僕は、まあ、ちょっと細かいこと言うとレナードとの第一戦とか負けちゃったんだけど、とにかくいい試合なんだよ本当に、うん、もう漫画、あれも漫画ない、顔ちっちゃくて細くて手がめちゃめちゃ長くて、で、まあ、ハイウエストのトランクスでこうやったらもう全部隠れる、本当にもう、ま、もう 見た感じ漫画なんやこれ、漫画は俺2人いると思う、あ、そう、もう言ったやん、浜田剛とトーマス・ハーンズっていうもうダメだこの人、いや本当に、いやもう漫画ですかっていうようなボクサーはい、はい、本当にそれぐらい風貌もかっこいいし、まあ一押しなんですね、でヒットマンってあるんですね、ヒットマン、殺し屋、デトロイトスタイルっていうんだ、これデトロイト出身だ、俺でもヒットマンもう一人知ってますよ、ロシアンヒットマン、お、ロシアンヒットマン、ロシアの
ロシアのヒットマンな、おったな、ユーリ・アルバチャクス、ウッシー・ナザロじゃない、ユーリ・アルバチャクス、あ、そうなんだ、ヒットマンって言われてます。だから、同じニックネームって結構あんのよ。まあ、そうですね、バズーカだったり、ヒットマンだったり、うん、そう、あの、まあ、だけど、かぶるでしょうね、それは。かぶってくるけど、やっぱりヒットマンといえばトーマス、うん、ピッチャーエース、竹田真嗣会長、ニックネームは広島の粗大ゴミ。これもうかっこよすぎだろ。これはもうやっぱり、そう、あれちょっとあれある、似たようなとこある、ガチンコファイトクラブ。あ、そう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 、で、うん、もうそれが小学5年生ぐらいから見てたんですよ。で、それを見てやっぱボクシングやりたいなっていう気持ちにもなったし、で、あれで広島の素材ごみでなんだかんだって、ね、え、日本初のミドル級チャンピオン、まあ当時はだから2団体しかなかったし、まあね、今結構バラエティとかに出てるけど、はい、やっぱボクシングもすごいね。いや、すごいですね、本当に。もう本当に研究してて、ボディで相手のガードを下げて、そこから強い右叩き込んでいくみたいな、もうすごい考えられたボクシングをやるんだけど、まあとにかく広島の粗大ゴミっていうニックネーム、これ自分で言ったらしいですよ。あ、そうなの。自分で言ったよ。もうボクシングをしてなかったら、はい、自分で言っていいですか。岡山で燃えるゴミ。岡山の山のゴミ。燃えるゴミはもうあれ、あの処分できるから、焼却量、焼却量、燃えないゴミにしよう。ダメ、燃えない。そうだな。そう、これは素晴らしいニックネームということで、はい、9番ピッチャーで、竹原慎二会長の広島の粗大ゴミ入れさせていただきました。クリーンアップ、クリーンアップ来ましたね。疲れてない？ちょっと疲れてない？いや、めっちゃ疲れてます。もうちょっとつけおってくれや。はい、な、頼むで。じゃあいきます。はい、じゃあ3番サード、はい、ユ・ミョンウ選手。ユ・ミョンウ選手ね、ニックネームはソナリ。ソナリ、日本語で。すいません、ユ・なんとかもソナリも何かも分かんない。全然わかんない。全然わかんない。ソナリは日本語で夕立ちです。で、このユ・ミョン選手は、はい、まあ、80年代、まあ、90年代初頭の、まあ、韓国の、まあ、ボクシング黄金時代と、はい、あのチャン・ジャンキュー選手とね、一緒に築いた名チャンピオンなんですけど、まあ、ジュニアフライ、フライ級ですね、17回防衛してる。やばすぎるだろ。だって今はゼホさんもあんまりね、韓国は名前聞かなくなったけど、昔はもうコリアンファイターで、コリアンはすごかった、コリアンファイターってすごい言われてましたもんね。それを引っ張ってた選手なんだけど、その時代の選手なんだ。そうなんですよ。で、まあ夕立ちってかっこよくない？はい、やばいよね、夕立ちね。いや、要はあのパンチの雨が降り注ぐという、うん、それぐらいかっこいいわ。そう、仕留めるときにブワーって振るやん。はい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 、はい、だから仕留める時のパンチの連打がすごいのよ。なるほど、めっちゃ夕立のごとくパンチが出るって、めっちゃかっこよくないですか。それはいいっすね。かっこいいだろ。かっこいい。わけくんは明日から、俺夕立ち、朝立ち、勝ってた、勝ってた、高橋君。まあでもこれ本当にニックネームとしては、まあソナギパンチってね、はい、あとはコリアンバッファローとかね、言われたりするんだけど、まあやっぱりソナギといえばもうユ・ミョン選手、めっちゃかっこいいね。かっこいい。これがソナギは何語？ソナギはだから韓国語です。韓国語で夕立ちっていう。じゃあ英語でなんて言うの？そう。英語で。アフタヌーンレイン。アフタヌーンレイン。もういいわ。そう。聞いた俺が間違えた。分かった。何の意味だね、英語で聞く意味がないやろ。いや、だって韓国語なんでしょ。まあ、そうです。英語も気になるじゃん。まあね、日本語言うだけやからね。まあ、英語それ調べてください。はいはい。Google 翻訳。はい、次いきます。じゃあ次は5番。5番ショート。いわゆる4番は最後になりますね。5番、これ日本語について、川島ひろしか、アンタッチャブル。アンタッチャブル、どういう意味なんですか？アンタッチっていうことです。だから触ることがで、触らせないってことですよ。あ、誰も触れないってことですよ。アンタッチャブル。アンタッチャブルってもちろんニックネーム知ってますけど、その意味までは全然知らなかったんですよ。芸人じゃないよ、アンタッチャブル。くるーん。
じゃないよ。本当にもういい。芸人より前だから。そう。アンタッチャブル川島会長の方が、はい、ね。そう。本当に世界チャンピオンになってくる。触らせない芸人。本当にすごかったね。はい、相手のパンチ当たんない。うん、もうまさにアンタッチャブル。これ素晴らしいニックネームだと思うな。ディフェンス。そう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 。あと会長やっぱりあれだね、解説うまい。あ、そうだ、解説させたらなかなかいいね。そう、ということで5番川島由紀会長のアンタッチャブル。じゃあ最後いきます。はい、4番キャッチャーロベルト・デュラン。すぐ出るやん。出るの？ニックネーム。びっくりするわ。びっくりする。引く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 。ほんまに。いや、3回言うわ。ロベルト・デュランでしょ。石の拳や。石の拳なんですか。石の拳ロベルト・デュラン。いや、反則じゃん。そういうことだよね。ニックネームや。石の拳といえばロベルト・デュラン。でもさっきロベルト・デュランの映像は見たことあるんですけど、すごいすっごい倒れ方するもん。そうそうそう、だからロベルト・デュラン、あれ俺見て倒れ、ちょっと待って、倒れ方でいいや。それはもうあのそれこそハーンズがあの、やった倒れ方もすごいよ。すごいハーンズがデュランを倒したい。ロベルト・デュランのその映像を見てて、うん、そう、すごい、わ、すげえ、相手すげえ倒れ方するやと思って、俺これなんだ、グローブの中に石が入ってんじゃねえかなって思いながら見てたんですよ。絶対嘘じゃん。もうそういうのぶっこまねえねん。それに石の拳ってやるんだ。石の拳っていう、まあまあ、じゃあ俺が思ったそういう、まあ硬い拳でバンバン相手を倒したっていうことで、まあ石の拳、このグローブ石入ってんじゃねえかと。ロベルト・デュランは、全盛期のレナードに勝ってるからね。これがまずすごい、すごいですね。これはみんな勝てなかったんだ、うん、それでやっぱりロベルト・デュランっていうのはやっぱライト級時代、これがもう本当最強のライト級かもしれない。まあいろいろ階級を上げてね、はいはい、言ったけど、やっぱライト級時代のロベルト・デュランってのは本当にやばかった、うん、顔もかっこいいし、ライト級時代はまあほっそりしてね、俳優みたいな顔でね、はい、石の拳ね。あんたちょっと勉強してよ。いやでも、映像は見てたんですよ。映像見て、ロベルト・デュランは知ってるでしょ。知ってます、もちろん知ってます。で、うわ、ね、強いなって、めちゃくちゃパンチ強いなって、これ拳で、グローブの中に石が入ってんじゃねえかなと思いながら見てたんですよ。で、俺の中でだからこいつの拳は石みてえだなって思ってた。そんなわけねえだろ。聞いてよ、さっきの質問聞いて。英語で、英語。あ、いや、英語でなんて言うんですか。ハンズ・オブ・ストーン。これは言えないけど、まあ映画にもなってるからね。あ、そうなんだ。ハンズ・オブ・ストーン。へぇー、ロベルト・デュランの反省みたいな。借りよう。そう、はい、以上なんですけど、若い子なんか俺気になる、うん、気になるっていうか、俺がいいなと思ったのは、うん、あれっす、ドリームエクスプレス。あー、夢の超特急。これはちょっといいな、かっこいいなと思った。まあ、でも本当は五輪とかね、金メダル取ってるのかな、はい、もうアマチュアでもバンバン活躍して、本当にアメリカのね、夢というか、うん、夢のちょっととにかく速い、これいいよね。ね、音速のサウスポーどうですか。音速のサウスポー、サウスポーオブスピードオブサウンド。投げし、おせえしどうなっとる。スピードオブサンリーデンブロッサー、岡山から世界へ分けし長いし、ちょっと長かったっすね。あれ、ね、でもね、須藤さんね、和気君がいろいろもうこうやってくれたんよ。いや、あれまあ良かったっすよ、ね。ちなみにアイアンは何どうした。俺はね、やっぱりあれだよ、なんすか、世界の表し坂口選手。プロレスやないかい。楽しんでいただけたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。まあね、本当、はい、こういうニックネームとかね、はい、いろんなこれはだから僕らはまあ順番つけたけど、これは異論も反論ももちろん人によってこれね、マイボクサーっていうのは違うから今ね、こうバッて急に出してるけど、そうそうそう、今いっぱいいるじゃないですか、うんうん、だからその視聴者さんも、うん、なんかこのニックネームが好きだみたいなのとあると思うんですよ。そうだね、ちょっとコメントで入れてもらえると、あ、そう、面白いね。やっぱコメントを見たいんで、そう、本当に
これは僕の9人であって、うんうんね、あなたの9人はまた違うし、和気君は9人あげれないしそういうオチもあるけど、まあ人それぞれみんな、ね、やっぱボクサーね、いろいろあるから、そういうのをね語り合うっていうのもものすごく楽しいんで、これを決めるときね、実はあの何人かボクシングマニアの人と話したんだけど、4時間帰ってくれ言われたの、ファミレスで居すぎやん、それぐらいこう、あれすごかったな、あれすごかったなと、わ、そんなんやべえなとか、そう、これは入れようよとか、もうそれだけで、一人でボクサー出たらそれに付随してもうどんどん物語が出てくるから、それが面白いね。だからそういうのも含めて、なんか今回はこういう僕ら挙げさせてもらったけど、みんなでまたね、こういう話して楽しんでかなというですね。はい、はい、じゃあ締めましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスディテン。